さあ今回スタッフがおよそ1週間かけ延べ106人の方を対象にフィールド調査を行いました。めちゃくちゃ頑張ったな。こちらの VTR をご覧ください。信じられんぐらい努力してくれるこの番組は。ワンナイトラブ、それは一夜限りの特別な関係。女性1200人を対象に行ったアンケートによると、なんと6割の女性がワンナイトラブの経験があると回答。実際街の女性に聞いてみると、ワンナイトの経験ありますか？めっちゃあります。ワンナイトしかないかな最近は。マジ？昨日、めっちゃ酔っ払ってて、あんま記憶ないんですけど、酔っ払ってる時ってマジ家帰りたくないんですよ。こっから片道2時間なんですよ。誰でもよくないけど、顔見て、まあ、こいつでいいやみたいな、とりあえず寝ようぜみたいな感じ。双子です。双子です。絵に描いたような子やな。双子かわいい。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 双子。バリバリあるね。バリバリあるね。双子で2人でいる時についてた時もあるんだ。めっちゃあるもん。あれ男の人に、私たちにで行って二分裂してそれぞれ営んだ。マジで、ちょっとマジかよ。おいおいおい、マジで。たまらん。カラオケで飲んでたら、カラオケで飲んでたら、そのカラオケに勝手に入ってきた男。真似したらダメでしょ。3人ぐらい男が勝手に入ってきて、俺らの歌が上手かったら一緒に飲もうみたいになって、でその後宅飲みしようってなって、マジか、一人のお家に行ってって感じです。いやしいよ。その中でお姉さんとその一人が、まあ一人といえば一人。わじゃあ。二人かな。おいおいおい。なんでこんなこと言うてくれるの。聞けば出てくるワンナイトエピソード。そんな中、番組スタッフはある共通点を発見。それは、多くの女性が本当の意味でのワンナイトで終わっているということ。そういうことだよね。一度一線を越えた関係になったならば、その後交際に発展したりセフレになってもいいはず。まあそうよね。そこで我々はさらなる調査を敢行。なぜワンナイトで終わったのか、その理由を深掘り。まあでもこれは知りたいかも。すると結果はご覧の通り。お、一番多かったのは酒に酔った勢いという、まあね、ある意味予想通りの答えに、ね、一方でマスクを外したらブサイクだったというコロナ禍ならではの意見も。ということで今回は渋谷で聞いたワンナイトエピソードの中からクイズを出題。4人の中で女性のワンナイト心理を一番理解しているのは誰だ。これまた攻めた内容ですね、うん、はい。梅地さんと持田さんにはワンナイト有識者としてコメントをお願いしたいと思います。かしこまりました。本当に有識者なんですか2人は。ワンナイトもちろんです。有識者です、はい、私は一夜で終わらないタイプのワンナイト有識者なんですよ。あ、2夜3夜続くタイプの女なので、またちょっと違うというか。あ、はい、なるほどね。でも持田さんからあのワンナイトで辞めるっていう時もある。もちろんあります。それはどういう理由？一個が小さかったから。それはあるんや。問題ありません。サイズが。それでは問題に参りましょう。VTR ワンナイトラブ。かわいいけど。ワンナイトエピソードクイズ。まずは27歳 OL の女性から。はい、なんで言うてくれ、はい、あります。相手は何？イタリア人。すごい。なんかその元々シンガポールで働いてたんで、そのシンガポールの、まあ、バーとかで。シンガポールのバー。でその後一回韓国で会いました。二回、はい。韓国で3ナイト目が。スリーナイト目ぐらいですからね。なんかマジで楽しそう。そこでワンナイトクイズ。こちらの女性がイタリア人とワンナイトで終わらずスリーナイトまで進んだのは、外国人のある良さに気づいたからだといいます。それは何でしょう。さあそれではフリップに回答をお書きください。これでもゆきおちゃんハーフだからなんかわかんじゃない、ね、沖縄の方に行けばあるんですよ。僕もやっぱ米軍とかが近いから、あやっぱリアル、あちょっとなんかやっぱ慣れてるから、はい、なるほどね、はい、
ただこの方はワンナイトじゃなくてスリーナイトまで行ったと。相当ハマってます ね、 そうです。よかったんだ。俺多分マジでこれやと思う。いや俺も本気で当てに行っちゃってます、うん、行こう行こう、はい、さあ参りましょう。一斉にフリップオープン。セックが激しすぎる、言葉が通じないからむちゃくちゃできる、キスがうまい、女性として大切に扱ってくれる。全員正解狙ってるやん。ほんまやん。どうしても当てたかった。どうしてもテニスのお二人、キスがうまい。いや、やっぱ俺も期待されます、やっぱり。あキスは絶対。そういうイメージ持ってるんだ。女子ってやっぱキス好きじゃないですか。キスはね、ま、めっちゃ期待されて、やっぱ僕そのキスもやっぱ外国人目線と思われるんですよ、僕。あ丁寧とか優しい丁寧、はい、うん、ことが進んだ後からもまたずっとハグみたいな。あだからまあキスがうまいって、なんか俺真面目って恥ずかしいですね。ゆきおちゃんはその外国人期待されるみたいなってさ、でも一物はもう本当に立派なんですよ。もう本当外国人みたいな、いいとこを兼ね備えてんねんな。そう、外国人は大きいけど柔らかいみたいな、うん、日本人は小さいけど硬いみたいな、ゆきおちゃんも大きくて硬くて、同期のアントニーは小さくて柔らかい。対照的なんですね。そうそうなんです。でもそうは言ってもこいつはゆきおちゃんくらいやね。屋敷でかいの。いやだから、そう思わぬ伏兵よ。いや全然です。どっちが大きいんですか。いやちょっと待って、本当のコンパみたいな。いいよ、どっちが大きいんですか。いや見せる流れになるとでも。ヨシキさんは、はい、これは風俗で考えた時に、うん、中国人の方のマッサージとかの時、うん、マジ何も恥ずかしくなくない。ああ、なんか俺、まあ、そういう、何でもできるね。そう、そういうお店やと人見知りちょっとしてますよ、日本人の人やと、うんうん、なんか気使ってなんか喋らなあかんのかなと、はいはいはい、でも外国人の方やとどうせ何言っても分からへんから、おーはいみたいなこと言えるんですよ。これ女の子あるんじゃないかなみたいな。本当はめっちゃ声とか出したいのに女の子も、うん、そうやね、全部自分を出せるっていう、これあるんじゃないかなって思うんですよ、僕は。なるほどな、うん、それでは正解発表。外国人との案内とはどこがいい、うん、なんか悪口言っても分かんないじゃないですか。下手くそとか言っても分かんないじゃないですか。ほら、うん、おやつって言われてもあなんかうん、オッケーオッケーみたいな感じ。ほら、え、コールの最中に何て言うんですか。おっせーなーみたいな感じで言ったこと。ほら、イタリアの男性は最後違うんですか。あ、全然違います。本当なんかバーバパパって感じ。バーバパパ、正解は行為の最中に文句を言えるからでした。うん、ということで、うん、屋敷さん正解です。よし、素晴らしい。お前これ、これ当てるの結構すごない？すごい当てるんですよ、すごい。でもそうやと思うね、女の子は特に気使ってると思うから。でもそのとあるめっちゃ有名な人も外国人とそういうことするって言ってた。いやね、それもすみません、西麻布で飲み屋で働いた時の情報ですけども、なんかやっぱそれはそういうこととか、芸能人です。いかつすぎる人ってこと。いかつすぎる人はもうその自分の知名度もあるし、そうやね、自分の性域も全部出せるって考えたら、うんうん、もう外国人に行っちゃうって言ってた。だからあの西澤さんとエッチしてるって思われたくないというか、ただの女として扱ってほしいみたいな時は多分外国人の人が良かったりすると思うんです。問題に参りましょう。 VTR ワンナイトラブ。続いてはニューヨークと面識があるというこちらの女性。え、知ってます。お職業は何ですか。 AV 女優です。あー、小島みなみさんや。はい、あこの前何て言う。小島みなみです。マジでよくたまたま、よく捕まえたの、たまたまだ、はい、ニューヨークと面識あるって一回単独ライブに出てもらったんです、ゲストでね。ないです。ないんだ。なんでないんですか。絶対性病持ってると思ってるから絶対やんないです。プロやね。今まで一回もないですか。一回もないですね、いいなって思ったとしてもその日のうちにはやらないかもしれないです。小島さんと案内とするのはすごいな、たまたま偶然デートに誘ってもらって1ヶ月ぐらい友達っぽい感じじゃないと嫌ですね。あと絶対必要です。ここでワンナイトクイズ。セクシー女優小島みなみさんとワンナイトするためには1ヶ月の友達期間とあるものが必要でした。それは一体何でしょう。それではフリップに回答をお書きください。
友達期間と何かが必要。はい、まあ、それが物なのか期間なのか、うん、さあでは一斉にフリップオープン。住民票、ごめんなさい、誰にも言わないって約束、役職、テクニック。分かれましたね。これまずテクニックから聞いていきましょうか。いや、住民票から聞いてもらったらいいんですけども、まあ、住民票というかこれはまあ冗談で、軽めの冗談で、役職みたいなこと。いやいやいや、さっきまであんなおっぱい大きいとか犬の立ち正面とか言ってくれるんですよ。俺らがこれ持ったらもうみんななんか絶妙な答えしか出せるけど。でもこれは役職っていうのはやっぱその名刺に、つまり社会的地位ですね。社会的地位がないといけない、うん、社長とかこういうでっかい企業の取締りとかじゃないと、うん、まあやらないっていう。でもだから僕もそんな感じで。なんか諦めんなよ。テクニックは昔あの屋敷とコンパした時にマリちゃんって言ってさ、フィリピンかなんかのハーフの子、覚えてないかもしれないけど、その子がコンパ中に私めちゃくちゃうまいよってめっちゃ言うんすよ、女子が。そうそう、だからあほんまにみたいなんで帰って俺ん家行ってそういう行為になったんですけど、なんか僕を寝そべらして頭で物があって乳首あるじゃないですか、グイグイやるんですよ、ちょっと、えって思ったんですけど、なんか途中からなんかアーケードゲームみたいな。いや、マジでやめてください。やめてください。本当、アベマイチ嫌な話です。何ですか、その話。さあ、それでは正解 VTR を見てみましょう。なんだろう。それでは、正解発表。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。